ギャン。タミヤレーシングファクトリー TRF ですね。 VG オーリング40度ギアデフ用というのをね発売したんで、これを使ってですねデフを組み立てていきます。まあ組み立てる前にね、最近の散財を紹介してなかったんで、ちょっとね開けていこうかな。散財はですね常日頃してるんですけど、ちょっと毎回散財って言ってもしつこいんで、あんまりね散財紹介してなかったんですが、今回はねデフを作る時の便利グッズじゃないけど、そういうのを買ったんですよ。まああってもなくてもいいんですけど、今回はですねギアデフを組み立てるのに、このおしゃれなですね、デジタルポケットスケールっていうのを使って組み立てていこうかなと思います。この電池なんだろうな、これなんかめっちゃ変わった電池入っとるな。なんていうメーカーの電池ですかこれ。見たことあります、この電池。 3R、 3R ってなんだろう。なんか 3M っていうのはね住友系のやつであるのかなと思うけど、 3R って何これ。ギアデフを作っていきます。オーリング2個使うんですけど、僕ねもともと TRF のこのオーリングをね予備で買ってて、最初についてるのはこれで、でまあ標準だと、ギアデフのねメンテナンスセットみたいなやつかと、この黒いのついてるんですよ。で今回のこのねブルーでね、まあ、触った感じ柔らかいなこれ。あとはね、まあ、細かいことは分かんないんですよね。使って使えるかどうかだけなんで、スカスカなんだよね。うん、青いのはねこうピタッてはまる感じがある。うん、それではですね、ギアデフを作っていきます。まずねシリコンオイルを使うんで、シリコンオイルにはシリコングリスを使ってください。それはですね、VG ギアデフ、シールグリスみたいなやつを買うと分かるんですけど、鉱物油とかですね、シリコンオイルとか、まあそういうグリスとかオイル関係って属性があって、属性ミスるとですね、めっちゃ漏れます。僕はですね。組み立ててる瞬間からもうなんかおかしいな、漏れてる気がするっていう感じで漏れてたんで、失敗するとわかるんですけど、まあ、別にね自分で失敗する必要ないもんで、失敗しないようにシリコンオイルを使うときはシリコングリスをね使ってください。まずねここをグリスで角っちょを埋めるんですよ。この、で角っちょを埋めないとオーリング丸いんで、その隙間がね、あんまりこう気密が良くないかもしれないじゃないですか。よいしょ。さらにこの上から僕はこのグリスを塗っていきますね。シリコングリスですね、ラバーグリスではないですよ。多分ねタミヤのね VGギアデフグリスってやつはね多分ラバーグリスなんじゃないかなと思う。単純にラバーグリスっぽい感じだった。ベアリングオイルとかもそうですけど、昔の話、また老害って言われるかもしれないけど、カストロールとかのねエンジンオイルだったりね、ワゴーズのエンジンオイルだったりする時もあるんで、その内容がどうであれ別に潤滑できればいいじゃないですか。種類ってそういうことですよね。ジョイントカップのここも、グリスを塗ります。念のためです。まあこんなに塗らなくてもいいかもしれないけど、でこう入れてきます。あんまり塗りすぎたやつは取りますね。これやりすぎですね。これですね、ギアデフのこのオーリングを入れたら、この段階でこのオーリングがね共回りしないように確認した方がいいですね。
あのね、まあ物の交差とかあるもんで共回りしちゃうやつおると思うんだけど、共回りするとね絶対良くないと思うんですよ、構造的に。なんで共回りしない方がベストだなと思ってます。でワッシャー、このワッシャーはね新品がいいですね。一回ね使ってオーバーホールしたやつ、ワッシャーがもう変形してて、変形してるとこのねワッシャーと、プラスチックの隙間からねなんかオイルが漏れてきそうなイメージなんですよ。で物の構造的にこのワッシャーはね変形しやすいと思うもんで、薄いし、オーバーホールセット買うとねついてくるんで、ワッシャーが、ワッシャーは変えた方が得策かなと。で変えるとこう共回りしないんで、ワッシャーはワッシャーだけ残ったように、まあちょっと今共回りしてるけど、グリスで馴染んでくるとこのワッシャー共回りしないんで。でここのねジョイントをキャーンって引いてオーリングをね埋めようとする動作もする人いると思うんですけど、しない方が漏れなさそうです。とにかく共回りしなければいいと思うんです、このワッシャーとピンが。でこれを反対側も、作っていきますね。ちなみにですけどね、このシリコングリスって別にラジコン用とかじゃないんですよ。で僕ね電動ガンの時からこのシリコングリス使ってるんですけど、全然悪くないです。しかもね安いんですよ。本当はね、本当はタミヤの VG シリコングリスみたいな、 VG ダンパーグリスかが欲しいんだけど、売ってせんもん全然。まああんまり共回りしてないんで、若干共回りするけど、ワッシャーとの隙間が空いてなければまあいいかなって感じで、もう今回はどんどん先に作っていきます。これでアポロみたいなギアを両方とも入れまして、でギアを入れます。僕はですねボールデフももちろん使いたいけど、ギアデフもですね、時代の流れに沿って使いたいんで、ギアデフも、練習したいですね。ここのねこっち側、こっち側がどっち側かが、こっち側に僕は、ちょっとシリコングリスを塗っときます。効果のほどはわからないんですけど、保険ですね。なんかさタミヤのねギアデフグリスマジで5000ってやつ売ってないんだけど、そもそも生産してないんじゃないかっていう疑惑があって、どうなんでしょうか。僕は5000をぜひ使いたいんですけど、どうなんでしょうかその辺。まあ3000でも全然いいんだけどね。オイルの量はですね人それぞれだと思うんですけど、僕はですね 1.1 入れていこうかなと思います。 1.1 ですね。前 1g にした、このねシリコンオイルがね、この3000番なのかな、このノーマルでついてるやつも売ってないんですよね。このシリコンデフオイルのタミヤのやつって何にも売ってなくないって思っちゃってるんですけど、どうなんでしょう、売ってるんでしょうかね、行くとこやってんのかな。前はですね 1g 入れたんですけど、今回は 1.1g 入れてみます。こんなもんやな。あと1回2回分ぐらいあるかな。これでオイルが入ってちょっとクリクリして、まあ塩梅を見ますね。今 1.1 入れましたからね。 1.1 1.1 でガスケット、ガスケットはですねなんか使い回す人もいるかもしれないですけど、僕は心理的に新品をですね
使いたいですね。なんか一回潰したら死んでしまってんじゃないかと思ってるんで。よいしょ。でこのガスケットにもですね、シリコングリスを全体的に塗っていきますと。これ保険ですね、これもね。グリスがですね、塗れたらですね、まあ、僕ちょっとグリス塗るの汚いんですけど、結合していきますね。まずこれ乗っけて蓋します。でどうもね、このギアデフのね、気泡を抜く人がいるらしいんですけど、僕は抜きません。エアレーションダンパーとかもそうで、別にギアデフは別にこれ空気入っててもいいんじゃないかなと思うんだけど、どういうことなんだろうな。組み立てれましたらですね、ここにスクリューをね刺していくんですけど、これをこのスクリューをですね甘く締めると、あのデフオイル多分漏れるんですけど、じゃあきつく締めるっていうと舐めそうじゃないですか。で紙のガスケットが間に挟まってるんで、こうガスケットを潰すぐらい締めていかないとダメですよということが後で分かったんですね。で一周してまだね、もうちょっといけるな。これこうね、最後ね、グワッ、グワッって感じ、グワッって感じ、グワッって感じ。これもさ、難しいと思うけど、相手がね、手伝ったらね、こう、もうちょっと、こう、これぐらい噛んでっていう感じで締めれると思うんだけど、相手プラだからね、これ。よっしゃ。できた。で、まあ、こう、はみ出たグリスを拭いて、お疲れ様です。ギアデフが組み終わりまして、まあ、感想で言うとですね、これはね、赤色のオーリングが入ってるんですけど、これはね、青色のオーリングが入ってるんですけど、ちょっと違うんですよ。あのね、フリクション感っていうのがね、なんか違う。ほぼ一緒の作りしてるんですけど、なんか違う。あとは、漏れるとか漏れないとかね、そういう話が出てくるじゃないですか。これも試し、まあ、走らせて試さないと分かんないんで、正直なところ、そこまで食い込んだ話できないんだけど、なんか作った感じね、やっぱ違う。で、オーリングのね、この、リングの大きさのテンション自体はきついんで、外側に。外側の方から漏れてくるってことはないんじゃないかなと思うんで、まあ、内側から漏れてくるかもしれないんですけど、かなりね、こうフリクションが少ないんで、どうなんだろうなと。漏れるのかなみたいな。走らせてみないとわかんないんだけどね。で今回ですね、珍しくですよ。珍しく。律儀に、重りを、オイルの量を測って作ったんですけど、別にこんなもん測んなくていいと思うんですよね。なんかこう、すり切り一杯みたいな作り方でいいと思うんです。僕はですね、自分がすり切り一杯っていう作り方するとめちゃくちゃミスるんで、大概測ったんですけど、なくたってこれぐらいだなっていうので作っていいと思います。あった方が溢れにくいとかですね、再現性が高いとかだと思うんで、あろうがなかろうがですね、動作的にはね、まあ、オイルの量で、まあ、若干違うかなと思うんだけど、とにかくですよ、漏れないように作った方がいいのと、適材適所のグリスを塗った方がいいよってことですね。で、シリコングリスっていうのをシリコンオイルに使ってくださいってことですね。